岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です毎週金曜日は岡山県からのお知らせをお伝えしていますはじめに天神山文化プラザの収蔵作品をご紹介する展覧会テンコレのご案内です今回は2014年から岡山県文化連盟が取り組んでいるま中アート発見再生プログラムとしてパブリックアートを手掛ける作家の作品を展示します彫刻家のひるた次郎 美善焼作家の伊勢崎淳、初夏の高木性格をはじめ、岡山を代表する作家たちの作品を、彼らが手掛けたパブリックアートに関する資料とともに紹介します。会期は今月31日火曜日から来月5日日曜日まで。時間は午前9時から午後5時までで、最終日は午後4時までです。場所は天神山文化プラザ2階、第5展示室。入場は無料です。 詳しくは岡山県天神山文化プラザ。電話。零八六。二二六の五零零五。零八六。二二六の五零零五までお問い合わせください。次に。岡山県では。農林漁業者が農林水産物の加工から流通まで取り組むことによって。所得向上や。 雇用の確保につながる農林水産業の6次産業化を進めています毎年新たに10件程度の事業者が参入し岡山県の農林水産物を使った数多くの商品が開発されています儲かる産業としての農林水産業と活力ある地域の創生の実現に向けてこれまで以上に6次産業化を推進するには地域内外から企業参入を促進させることによって 六次産業化の取り組みを拡大させることが必要ですそのため農業参入を目指す企業や企業化を目指す農林漁業者を対象とした六次産業化のための企業の農業参入セミナーを2月15日水曜日に開催します六次産業化に取り組む事業者の一号テーマにした講演や岡山県内の企業参入の事例を紹介します詳しくは 農林水産総合センターのホームページをご覧いただくか、電話零八六九五五の零二七三零八六九五五の零二七三までお問い合わせください。最後に矢影町から新春爆笑ライブ in 矢影の公演についてご案内です。今月二十九日日曜日午後三時から矢影文化センターで。 爆笑ライブ in 夜影を開催します出演者には商店でおなじみの三遊亭光楽さんモノマネジェットコースターと呼ばれているノブフッキー2013年キングオブコントチャンピオンのカモメンタルピアニスト2人によるサイレントコメディーユニットのチャイルドツーパパなど豪華キャストとなっています新春爆笑ライブで大いに笑い楽しんで今年1年を健康に過ごしませんかチケットは 一般3000円高校生以下は2000円です詳しくは八陰文化センター電話0866-82-2100 0866-82-2100までお問い合わせください岡山県がお送りした県民の皆さんへ中村恵美がお伝えしました